皆さんこんにちは。アナギクチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。当時の川井澄沙と申します。今日は普段のアナギクを見てもらおうと思います。新人のスタッフに日本酒を教えるという動画です。普段のこの研修の内容をゆるく撮っていきますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。お酒は飲みますか？飲みます。何種類飲みます？もう遠慮なく自分の好きなお酒を、ビールとかレモンサワーですね。飲みやすいもんね。飲みやすい。で、今日はちょっと日本酒の勉強で日本酒の資料を渡すんですけど、日本酒ってどんなイメージありますか？日本酒は、大人の飲み物。大人の飲み物。あとは？あとはイメージ的にちょっと苦そうというか、苦いなんていうの、若者に私ちょっと飲みにくいなっていう頃がありましたけどね。飲みにくいなっていう。ちょっと強い。なだぎくチャンネル。まずまあ一番大事なのは日本酒の種類。種類をきっちり覚えていきましょう。で、種類を示した紙はこの紙になります。で、大きく分けて日本酒、なだぎくで今作ってるのは吟醸酒、純米酒、本醸造、で、あとリキュールになります。で、吟醸酒の中にも、純米大吟醸、大吟醸、純米吟醸、純米吟醸。純米吟醸っていう3つのカテゴリーがあります。で、純米酒は純米酒だけ、純米だけのカテゴリー、あと本醸造と、まあ、大きく分けるとこの、まあ、3つの色のところに分かれています。なんとなく意味分かります？吟醸って何？吟醸は高い、高価高い、で、純米は普通普通というか、本醸造が、ちょっといまいちわからない。なんか全然イメージもつかない。はい、お酒で一番大事なことは、お酒を作ること、売ることに関しても免許がいります。で、お酒 を作るっていう行為自体が、こう酒税法っていうところで、管理をされています。作ることも売ることも酒税法で管理されているんだけど、なんでそんなに厳しいかというと、お酒1本には税金、この商品の中には酒税っていう税金が含まれているので、間接税とかやったら消費税とか、法人税とかそういうのなんだけど、直接税っていうのは商品代金の中に税金が含まれてますよっていうので、日本には2つしかないよね。お酒かタバコか、お酒とタバコの中には商品代金の中に税金が含まれてますよ。だから税金が含まれている商品なので、簡単に誰でも彼もが作ると、税に関わることなので、きっちりと認められた製造業者で作ってください。で、販売する人も税金に関してきっちりと管理できる人が売ってくださいっていうふうになってます。なので他の食品に比べてすごくこうコンプライアンスがかなりきっちりと遵守しないといけないものになってます。なので勝手に作ってはいけないし、逆に長菊指導では日本酒の免許しかないから、おうちで例えばワインを作りました、それも NG、 ビールも NG、 もし作りたければ新たに免許を申請して作らないといけないっていうぐらい、まあ厳しいものだし、あとまあお酒、その免許があるので必ず酒税調査も入るんでね、大体3年に1回入るんだけど、米入ってきた原材料に対してどれだけお酒が作れて、そのお酒をどういうところで売ったかっていう全部調べるんで、1個でも本当に1つでも不利なところがあると、ここ全部調査していって、例えば在庫が1本少なかったら1本少ないことに対しての、まあ最悪な追徴課税もあるし、非常に厳しい酒税法の中で私たちはお酒を作っているので、そうそう簡単に作れるものではないっていうところです。
で、まあまあその話は置いといて、お酒の種類の話なんですけど、大体大きくうちのお酒は3つ分かれていて、その他にもそのパック酒とか安いお酒はこのカテゴリーに入らない。あ、そうなんですね。うん、でこれはもうその吟醸であるとか純米であるとか本醸造であるっていうのも酒税法で定められたものだから、規定を満たせてなかったら純米酒とは歌えなくなるっていう。自主規制ってなくて、これは国が定めた法律のもと の分類です。で、吟醸酒は何かっていうと、ここにも書いてあるように、吟醸作りをしていること、意味が分からない吟醸作りをしていることって何かっていうと、精米具合が 60% 以下っていうのが絶対です。で、この精米具合が 60% 以下っていうのは、まず精米具合は何かという話になるんですけど、精米具合っていうのはこういう玄米を 100% とすると、例えば 10% 削って残りが 90% やったら 90% 精米で、例えば 40% 磨いて残りが60やったら 60% 精米というふうに言われてます。じゃあ、質問ですけど、 35% 精米と何パーセント磨いてるでしょう。65。はい、そういうことです。残った部分の米のパーセントを表しています。なので、吟醸酒の場合は必ず 60% 以下。例えば61しか磨いてなかったら、どんだけ他の要件を満たしていても吟醸酒ではない。必ず 60% まで磨いてくださいっていうことで、これがもう最低条件で、そこに、まあ、低温長期発酵、まあ、発酵温度が低温5から10度ぐらいで、長期発酵大体30日ぐらいが目安ですと。で、吟醸作りの専用酵母を使用。まあ、吟醸っていうとこう華やかですっきりと通りに向いた酵母を選定されていることと、あと原料の選別、原料処理、発酵工程、瓶詰め、出荷にあたるまで高度な吟醸技術を要すること、このこういうことが吟醸作りっていうことなんですけど、まあ、最低条件は絶対 60% 以下の米を使わないといけないことです。だから他の、さっきも言ったように他の要件を満たしてても吟醸酒にはなりませんよということなんです。なので吟醸って作ってたら必ず精米具合が60以下っていうことが、必ず後ろのラベルにこういう絶対こう精米具合って書かないといけないので、ここを見たらある程度何の酒かっていうのが判別できます。で、書いてないやつもあるんだね。書いてないのは、例えばパック酒とかは書いてない、安いお酒は書かなくても逆に。吟醸酒の場合あったら絶対精米具合が60以下って定められてるので、絶対裏ラベルに精米具合を書かないといけないっていう法律になってるんです。はい、35%、もうちょっとしか残ってないってことですよね。このね、ちょっと一粒のちょっとしか、うん、これやとね、これやとそういうことになります。で、この、まあ、吟醸の中にこの区分、まずさらの区分があって、純米大吟醸、大吟醸、純米吟醸、あとうちは作ってないですけどただの吟醸っていうのもありますよ。うちはそれが作ってないから書いてないんですけど、で、じゃあ大がつくかつかないかっていう話、大がつくか普通の吟醸かっていうと、大がつくと 50% 以下、もうそれだけです。だから台がついてる商品は50以下なんやなっていうふうに思ってるんですよ。ただ会社によっては、本当にこれは会社によってなんですけど、 50% 磨きのものでも純米吟醸として称して売られているオクラはあります。そこはもう会社の規定で、ただ50以下で純米吟醸を歌うことは OK なんです。法律違反ではない。あ、そうなんですか。うん、51やのに大吟醸っていうとのはダメ、絶対ダメ。へえ、うん、グレードのいいものをグレードの低いものとして表示することは別に構わないんだけど、逆は絶対ダメなんです。
まあ、台の違いはそれだけ、はい、じゃあ冠に純米がつくか、うん、純米がつかないかっていうとこ、まあ、これも永遠の酒のこのなんか議論というところもあるんですけど、単純に原材料で見ると、これは大吟醸です。大吟醸の場合だったら米、米麹、醸造アルコールが入ります。これが純米がつかないもので、純米がつくものは原材料が米と米麹だけ。要は醸造アルコールが入ると純米が取れる。そのイメージです。純粋に米だけみたいな。そう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 。こっちが純米。で、どんなイメージあります？その話聞いたら。本当にあのパッと言っていいよ。大吟醸、純米。うん、その醸造アルコールが入っている大吟醸と、はい、醸造アルコール大吟醸と純米大吟醸の話を聞くと、純米大吟醸の方がもうほんま自然のありのままで美味しい。そうだ、大抵本当にそういうイメージがあるんですよね。じゃあ醸造アルコールって何かっていう話になってて、はい、そもそもなんで醸造アルコールを入れるのかっていう議論になってくると思うんですけど、まずその醸造アルコールが何かっていうと、穀物、まあ、米であったりとか、トウモロコシであったりとか芋とかであったり、そういう、でんぷん質のものを、発酵させて蒸留させたものが醸造アルコールです。身近なものでいうと梅酒の原材料になっているものとかが多いです。何か思いません？うん、それ聞いて消毒用の、あ、そう、それと間違えられる方が多いんですけど、はい、さっき言ったように醸造アルコールっていうのを入れて自然のものも入れてるので、うん、工業的に作られてるものではないんですね、はい、で、梅酒の原材料と聞くと、あの本当に、あ、悪いものにはないんだなっていうのがあると思います。なぜそれを入れるかっていうと、こう入れる歴史というのは結構長くって、言ったらさっきの焼酎と一緒なのね、うん、カテゴリー的には先の醸造アルコールって、うんうん、発酵させた醸で蒸留するものって、で、あの江戸時代からそういう日本酒造りに焼酎を入れていた、あの歴史があって、何で入れたかというと腐敗を防ぐためにあの作って入れていたっていう歴史があって、まあ、柱酎、焼酎っていう名前で、うん、そういう作り方があったんだけど、普通に疑問だよね。これが高いお酒やのになんで大あのアルコールを入れるかっていうのは単純に疑問になるんですと思うけど、なんでこれを入れるかっていうと、あの飲み比べたら分かるんだけど、純米で作ったお酒に添加する量は本当にごく少量なの、すっごい少量、あのもうそれも規定量があるので、それよりも本当に少ない量、原材料の5% にも満たないよね。量をうちはもっと少ないかな入れるんやけど、入れることによって純米で作られた時よりも味わいがすごくすっきりする、キレが出ると、あともう一つ、あの酵母、これは香りがよく出る酵母と醸造アルコールっていうのはすごく相性が良くて、醸造アルコールを入れるとより香りがこう、あの膨らみが出る、好奇成分がまあより高く出るというふうに言われていて、その入れるタイミングと入れる量を誤ると、あの例えばこう薄っぺらくなってしまったり、香りもこう単調になってしまったりするから、入れる量タイミングっていうのはすごく酒を作る技術にとってすごく難しいことなんですよ。で、それを少量添加することで日本酒のそのさらにこう奥行きというか、こうラインナップが広がるので、あの純米大吟醸に少量醸造アルコールを添加するっていうのは、本当にかさ増しではなくて、お酒の日本酒の息を広めるための技術として、うん、あの捉えられてるんだけど、私がその嗜好品として日本酒を捉えた時に、その醸造アルコール自体が本当にその米原料由来、自然由来のものができていて、奥行きが広がるんだったら、こういう大吟醸っていう商品、あと本醸造も醸造アルコールを添加するけどね、本醸造っていうカテゴリーはやっぱりこう日本酒 の古い歴史から言っても、きちっとこう作っていくべきだというふうに、あの長菊では捉えて作っていっていると。でもこんな長い話を
お客様にね、いや知りたいお客様で延々と語るけど、短い間の接客の時間の中ではやっぱり伝えきれないところがあって、あとはもうお客様の思考好みっていうのもあるので押し付けはできんねんけども、なだぎくチャンネル、そのこれを飲んでみたら違いがすごいわかるので、飲んでみたらすごいわかります、純米大吟醸と大吟醸の違いを。これが純米大吟醸、こっちが、こっちは試飲された方も香りがいいってすごい言われますね、みんな。やっぱ、うん、その香りはやっぱりその醸造アルコールを少量添加することによって酵母の香気成分が一気に変わってる、だからこう飲み比べるとすごく分かります。いいんですか、はい、どうぞ全部飲み干さんでもいいよ、はい、こっちが見切りつけば、うん、だからさっき香りだけでもこう聞き比べて、あ、本当だ、全然香りが違うでしょ、香りの最初のパッと上がり方が大吟醸の方がすごいですね、うん、まあ何も考えないけど、ちょっと飲んでみてください、はい、あ、飲みやすい量ほどもこっちの方がすごく軽いというか、うんうん、なんでしょう、すごい飲みやすいです、あの引っかかりがない、うんうん、で、軽いって言う方がすごくいい表現、あ、そうです、軽やか、はい、軽やか、軽やか、喉越しがスッとなるみたいな、うんうん、美味しいです。軽やか。軽やか。うんうん、でこっちはどうですか。こっちはすごい存在感がありますね。なんか喉のところに。うんうん、そう、うん、軽やかという表現ではないですけど、コクがある。コクが、うんうんうん、旨味があるとか、米らしいとか。はい、私たちの中ではそういう表現ですね。これは本当にこう飲み越しエレガントでスッキリ、うん、で、こっちはこう、お米の旨味がある純米大吟醸の表現がするんだけど、その違いは何かというと、醸造アルコール、そうなんですね、醸造、うん、アルコールを少量添加するからしない、まあ、あとこっちの方は精米度合いが 35%、 こっちが 40% なので、より磨いてるからより軽やかにはなる、その 5% の違いの軽やかもあるし、やっぱ醸造アルコールの添加することによって、よりこう気品があふれる香りが出るというところがあるので、原材料はね、どっちもやらないし、はい、で 40% 磨きか 35% 添加してるか添加してないかっていうのが違う、全然違うんですね、うん、同じような、まあ、全体的な掛け物の中では同じようなところのジャンルにはなるけど、飲み比べてみるともう全然違う、違いました、これ多分もう一番分かりやすい、うんうん、いやね、醸造アルコールの違いを感じてもらいやすい、うん、もう本当代表を書くと、でもその個性の一つとしてね、うん、ドライブできっちり説明できるっていうところで言うと本当にありな、うん、というか、うん、あ、すごいなっていう、うんうん、こんなに違いが出るんだっていう、うん、ね、へー、じゃあこれが添加するか添加しないかの話、はい、で元に元に、まあ、うちは吟醸作ってないよって言ったけど、純米吟醸と銀座のタモスクです、はい、精米具合は60から51の間で、純米吟醸の場合は添加なし、純米吟醸は添加っていうところ違う、はい、ここを飲んだ後に純米吟醸の 60% 磨きの、でこれは何の違いを見るかというと、精米具合の違い、これ全部山田錦のなんですけど、35% 磨き、40% 磨き、まあ、ここで一気に 60% に上がります。あ、まあ、こことここの違いは純米系のもので、40磨きか60の同じ品種のものになるんですけど、精米具合が上がるとどんだけ変わるか、香りどうですか、香り、香り、香りは、まずお酒の、こう一応こうプロとして楽しんでる香りをさっと飲まんと、香りの表現を、ね、言うっていうのが今みたい、香りはでもありますよね、なんか、うん、このミキノスケよりも、は、よりは香りはないけど、だいぶおとなしい、うん、控えめかなって、うん、あ、また違いますね、うん、
どういうこう思ったこともあるのか。そうだね、旨味があるここがある、うん、こっちはこう華やかさとか、うん、エレガントさがバッとこう口全体に広がる感じですけど、これはその控えたエレガントさの中に米の旨味がしっかりしてるみたいな、すごいだからどっしりした感じがあります、うんうん、こう米が米の磨きが 20% 違うとやっぱ米の旨味がこう前に出てくる、あ、旨味なんですね。前に出てくるっていう、あの、ね、磨きが違うとあの本当に、まあ、単純にこっちすごく上品になるし、うんうん、こっちは米の旨味がしっかりとしてくるっていうことになって、全然違いますね、うん、3種類こういうのとすごく分かります、うん、なんかこれだけで飲んでたらこうすごくこことここの境界線がすごい出るんだけど、うん、食事を飲んでるとすごく合わせやすいのはこういう順番現状、こちらやっぱお酒単独でこうしみじみに味わえるっていう感じかな、うん、もちろん料理にも合わせてもいいけど、こうしみじみ飲んでいくのはこういう順番現状クラスの、うん、まずこう香りがこう華やかさがあって上品さがあって、磨けば磨くほどその上品さがあって、米の磨きがあの米が残ってる状態の中が旨味が出るみたいなイメージかなと、うん、ちなみにうちの一番売れ筋はこの純米吟醸のお肉、まあ、お値段的になるとこう飲んでいただきやすいっていう、うん、たこと嫌いな人がいない、はい、うん、飲みやすい、うん、でこれはうちのよく出てます。ここまでは分かりました、大丈夫ですか、はい、じゃあ次純米、はい、純米はどんなイメージでしょう。純米は、私は本当に米だけ、もう純粋な米ってことで、うんうん、本当に米だけを使って作ってる、うんうんうん、でもちょっと私ランク的にはもう普通のランクなのかなっていうイメージが、そうです、そうです、一般的なのがやっぱり純米酒、720ml で1000円前半ぐらい、うん、一升瓶で2000円前半ぐらいっていう定番で飲んでもらう、まあ、こっちはやっぱりね、720で3,240、こっちは5,000で一生分だったら1万円とかのプラスになっちゃうんで、まあ、こう贈答用という感じ、うん、まあ、それの中間にいるのがここみたいな、こっち寄りかな、こっち寄りになるみたいな感じなんです。長ぎくチャンネル純米の規定の話で言うと、まあ原材料は米と米麹だけで、なんと精米具合は問わないんです。あ、そうなんですか。そう、意外にここ問わないです。だから何で作ってもいいんです。あ、 92% の磨きでも純米酒、へー、うん、まあ60になったら純米吟醸が歌えるようになるんやけど、まあ純米酒で売られてるオクラさんも結構あります。味わいの特徴としては味、旨味、あの旨味やコクふくよかさが特徴、うん、で吟醸酒はやっぱ香りだったけど、こっちはこう米の旨味っていうところが出てきます。でも純米酒は簡単なんです、それだけなんです。狭い具合問わず本当に定番酒として出すお酒が多いです。はい、まあ、うち純米酒が4つ、純米長菊、超辛口の長菊1から薄濁りの純米と純米味噌と、この4つがあります。で純米酒は、まあ、先を作る人間からするとすごく私は難しい、まあ、こっちはまあもうハイレベルな戦いなんで難しいけど、純米酒はね、やっぱその特徴がすごく出やすい、あの米の特徴が、うん、あのダイレクトに出やすい、で香りを控えてるから、女性で言うと化粧気がない分その人の個性が出やすい。ああ、そうなんですか、うん、なんかその個性をうまく引き出すのが私はすごく難しいなって日頃を感じるのが純米、純米よね。まあ、まあ、まあこっちは申し訳ないけど、なんかより個性をどう出すかっていうのが難しいのが純米酒です。で純米の菊は本当にスタンダードの純米で、やや辛口で、こっちはもう超辛いで、ちょっとこの子ちゃうんですけど、ミサは甘口 の、はい、あの今からはこの3つの純米酒を飲み比べていきます、はい、でまずスタンダードな純米、まあ、これまあ、香りどうですか。いや、でも結構ありますね。どんな香り。軽やかな、軽やかな
言ってないですよ、ね、あのちょっと残っとこうやって比べてみたら、あ、ちょっと違うな、どんな香り、こっちはパイナップル系、こっちはね、ちょっとマスカットの味になる、あ、でも、そうかも、うん、まあ、ほんと連想ゲームじゃないけど、これはちょっとよくお客さんにもマスカット、うん、マスカットのような香り、爽やかな香りかな、うん、軽やかなんていうのがそういう、うん、爽やか、うん、そういうところなのかな、マスカットのような、あ、これはまた違いますね、うん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 、どんな表現、なんか飲み口はちょっと軽やかなんだなって思ったけど、うん、なんか喉を通るときになんかギュンってなってきます、うん、うん、うん、ギュンとね、ギュンときます、ちょっと表現がわからないけど、うん、あの全体的に言うとこっちに比べて甘みが少ない、うん、いわゆる辛口、はい、ギュンとくるっていうのが辛さなのかなっていう、あー、そうですね、うん、で、あと最初の質問にあった酸がある、このギュンとしたのも酸かな、あー、ギュンとしたのも酸か、うん、はい、で、甘みが少ないとやっぱ酸を感じやすい、あ、こっちには多分酸っていう表現はなかった、そうそうだ、なんか、うん、そのギュンっていうのがなかったんだ、うんうん、多分ギュンっていうのが、あ、うん、これとこれでどっちが酸がありますかって、こっちの方が酸があるかな、なんか分かる、分かった感じがします、うん、私あとこの残るちょっとこうあの余韻があるこの感じが、はい、はい、あります、あのからめっちゃうわって辛さじゃないけど、あの爽やかな酸って私は表現するから、うん、あと口に爽やかな酸が広がります、うん、余韻がありますみたいな、うん、こっちはこうどっちかというと甘いから辛さかって言ったら甘さで、甘さのこういい余韻がありますみたいな、はい、感じ、はい、あ、確かに。あ、今なんかすごい嬉しいです。なんか、あの、ファン分からないでしょ、日本語ファンの。あの、みんなが喋っとね、うちのことね、業者さんと、そのファンについてを永遠と語ってたんで、多分それがついてこれなかったんです、彼女は。で、今度は、10枚の中でも甘口の味噌。これは、薄に、あの、絞りたてをそのまま瓶詰めしたフレッシュなタイプです。香り、ちょっと控えめ。うん、うん、そうそう、お酒飲むときそういうお風に思ってほしいの、あ、どんな香りやろうなみたいな、うん、これもまた違いますね、うん、その前とも違う、ライチっぽいというか、あ、うん、ライチのような、うん、甘い香りで、味はどうですか、これも酸ありますよね、酸もあるけど甘みもある甘い、うんうんうん、さっきの順番に比べたら、うんうん、甘みがパッときて、でも後に酸がある、はい、うん、いろいろそう飲みやすいなと思います、こっちは結構酸が目立つ、こっちは甘みも酸もどっちもこう強調してくれるような感じかな、表現っていうの、日本酒の場合はどっちかというと甘口のお酒っていうと、あ、甘くて終わるお酒が多い、うん、甘さの原因で終わるお酒があるけど、甘くて酸があるお酒って意外に、あ、そうなんですね、で 甘みの後にしっかりと酸が残るから、甘口のお酒でどっちかというとお料理に少し合いづらいというけど、甘くて酸があるとこうチーズ系の方が、カレーオナラとか、もともとチーズそのものとか、そういうお料理とか合わせらしい、なんか私がすごい思ってた日本酒っていうイメージとまたちょっと違いますね、うん、そうそ う, そう、なんかおじいちゃんが飲む日本酒じゃない、うん、お湯おチョコではなくてちょっとあのグラス、そう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 、おしゃれな、うん、これ酸がね、あ、甘さがあって酸を出すっていうのが結構やっぱ難しくって、うん、あの割とこれはワイン、白ワインが好きな人がいいっていう、あ、ワインっぽい、うん、なんかね、ワインっぽいって言ったら単調な表現やけど、本当にあの、うん、ワインっぽい、これはやっぱ絞りたてをそのまますぐに瓶詰めしてるフレッシュ感が、まあ、酸にもつながってる部分もあるし、そのフレッシュさがこうワインのようなこう飲みやすい酸味を伝送させるっていうところもある、絞りたてっていうのは、うん、なんか濃いみたいな、そういう
搾りたてはそのお酒の中でもやっぱこうできたてやから表現で言うとこうフレッシュ、逆用語で言うと荒々しい、うん、だけどその時間を経って貯蔵熟成するとその荒々しさがなくなってまろやかさが出る。だからこういうこっちのお酒はちょっとまろやかさがあると思うね、はいはい、まあ吟醸やからっていうのもあるけど、でもこれはちょあの絞ってから貯蔵熟成させてるからこう全体的にお酒の味がこういう感じだけど、こっちはキュッ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 強調してるみたいな、はい、主張してるっていうような感じのタイプのお酒になる、うん、だけど甘みがあるからなんとなく落ち着くよね、このお酒みたいな、はい、うんうん、すごい飲みやすかったですよ。長菊チャンネル。そして次は腸辛。酒といえば辛口と言われる、はい、辛口でどんなイメージがありますか。なんかすごい強いなんか喉にキリッとしそうっていうのが辛口のイメージ。じゃあこの辛口見てみましょう。あ、まず香りね、はい、ちょっと香りを癖づけようと思って。そうそう、香りと、めっちゃもう何でもいいんだよ。何でもいいから表現づける癖はつけた方がいい、はいはい、何でもいいんだよ。まあでワインの人は本当にいろんな表現するけど、何でもいい、自分の身近なものに。思ってたより強くないです、なんか香りが、はい、もう辛いっていうか、もっとツンとくるツンとくるかと思いました。何系なんですか。私はグレープフルーツ。グレープフルーツ、ライチは甘さよ、うん、グレープフルーツはちょっとその、はい、なんていうかシャープさがあるみたいな感じ、ちょっと柑橘系のような、うんうん、香り。グレープフルーツって限定するとちょっと香りが限定されちゃうから、でも柑橘系のような香りかな。なんか日本酒から柑橘系ってあんま想像できないから、すごいなんか、うん、そうなんですね。あ、これはなんかちょっと軽やかな感じがします。ドライドライ、それはドライか。私の中ではもう一本ドライ。あ、辛口っていうと強いっていうイメージする人、はい、そうそう、お酒飲まない人は強いっていうイメージ、はい、ここがカッ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 、だけど日本酒の辛口はドライと表現したものがいて、うん、うちのこの辛口はドライ。これはドライなんですね。すっきりキリッと、すっきりします、うん、すっきりキリッと、うん、でもそれをもっと簡単に分かりやすいのだったらドライ、スーパードライとか言うと分かりやすい。ビールですね。ドライ、うん、あ、はい、ドライ、うん、ドライ、ドライで、なんていうんだろう、ちょっとこう、さっき言った爽やかな苦味がある、うん、グレープフルーツのような爽やかな苦味、ちょっと後口に苦味がある、はいはい、でも苦味って言うと、マイナスイメージにしかするのか、爽やかなグレープフルーツのような苦味とか、うん、あ、ナッツか、でもそれすごい爽やかなグレープフルーツの、それはすごいなんかわかります、うん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 、とかちょっと、うん、ワインの人はナッツ感っていうね、ナッティーな感じがするとかって、ナッツもね、わかるんだ、うん、口に鼻に抜けるのがナッティーやなとか、うんとか、あ、面白いね、表現の方法、面白い、うん、全部個性がね、はい、全部違いました。うん、単純に言うとこっちは結構酸が分かりやすい、はい、こっちは甘さと酸のバランスがいい、これは爽やかな苦味のドライ感みたいな感じかな、うん、これと極論ね、これとこれを比べてどうでした。飲みやすさで言うと、うん、私の中ではこっちの方が飲みやすかった、うんうん、だからやっぱ軽やかなのが、うん、多分脳通りがすごい良かったので、上品さと、ね、上品さ、うん、香りもすごい良かったので、すごく飲みやすかったです、うん、まあ、この日本酒初めて飲む方はやっぱり吟醸系がいい、ああ、うん、そうですね、本当にいい、うん、引っかかりもないし、はい、クリアやし、余韻も楽しめるし、はい、やっぱこっちのお酒になるとこうきつ、ちょっとその苦味とか表現で言うと苦味とか爽やかに見えるんですけど、それがきつさに感じる人もいるから、うん、初心者の人はやっぱりこういう、まあ、お値段が高いからこういうクラスから始めるとこう飲みやすさっていうの、うん、楽しみ方としてこう飲んでいくと味わいの違いがすごく、うん、全然違いました。すごい勉強になりましたよ、うん、結構日本酒わからないわっていう方いるけど、こうやって飲むと絶対わかる、うんうん、全然違いますね。そうですね、分かる。特にこの純米の蜜はお酒を売るときに違いを特徴をはっきり伝えたいと。ああ、そうですね、お客さんの好みがあるので、ね、ドライ感が好きな人にこれを勧めちゃうと合うんだから、はい、
ドライなお酒とか辛口とか来た、まあ、こっちとこっちなんだけど、こっちだったらこの、あの辛口、こっちだったらあのシャープな、あの爽やかな苦味なドライなって言うと分かりやすい。でこっちはもう甘さの感がしっかりとしたちょっと特別な感じですねとかって言うと分かりやすい。この3つの違いをはっきり伝えて。そうですね、ちょっと微妙な。なんか日本酒のイメージがすごい一変しますね、なんか。そう、一変するっていうような表現がすごくお客さんに伝わりやすい。あ、そうなんですか。うん、私普段、ここで入社するまではビールとかレモンとか中華街バンクを飲ませてもらって、これで私イメージ変わりましたとか、胸が高かったらこっちとかでもいいとか言うたら、そうですね、うん、すごい伝わると思う。はい、ここが1680でここは1350だから300円の差で、ね、もし悩んでる人がいたらそういう感じ。でもそうですね。でこことここで悩んでるから自分がもしこれが好きなやつならばこれですねとかっていう。なだぎくチャンネル。じゃあ最後本醸造。あ、まずまあ本醸造の説明からすると、はい、本醸造には精米具合の規定があるんです。70% 以下。70以下のやつに醸造アルコールを足すと。で一応ね、醸造アルコールの添加量は決められてるけど、こんなの覚えなくていいから、はい、でもだから規定量がありますってことは、この規定量を超えたら本醸造じゃなくて普通の安い酒になるので、うん、まあ、本醸造は、まあ、純米酒に単純に言うと純米酒に 70% 以下ではない、ないという規定があるけど、プラス醸造アルコールが添加してるので、この中ではこう安い商品に、うん、安いお酒のとここの 中間になるから、はい、なんか一番今売れにくくなってる商品。ああ、そうなんですか。うん、やっぱ皆さん純あの、ね、1000円台だったら純米酒がいいのがあるから、うん、なんか醸造アルコール入るのでっていうところからするとちょっと売れにくい商品になってるんやけど、私は結構この本醸造が好きで、あの七木くんも昔で言うと本醸造七木くん、あの昔のラベルが一番の売りの商品、はい、やったから、こう本醸造っていうのはやっぱこう、定番の日常に飲むお酒っていうカテゴライズです。それなりに安くて、これ原酒は、原酒とは何かっていうと、絞った直後のお酒、絞りたてのお酒がまあ原酒という表現になるんだけども、原酒の時ってアルコール度数が結構高いんです。18度ぐらいある。で市販酒はこれラベル見てもらったら分かるんだけど、だいたいアルコール度15度、はい、15度商品が多いんですよ、はい、これはあの16度だけど、で、あのだいたい絞った時ってそのお酒のあれじゃないけど、吟醸酒とかでだいたい16から17ぐらい絞った後はあるので、純米酒とかだったら18度ぐらいあります、はい、でも18度だったらちょっと飲みにくいので、絞った後に加水、あの地下水を加えて15度に調整したものを市販酒として出す。だからこういう全く水を加えてない、加水をしてないお酒は原酒になる。で、なんどのお酒にも原酒は本当はあるんです、はい、絶対これの原酒はあるんです本当は。でももう商品企画としてはこれの原酒ではないので、もうあれなんですけど、うちの中で原酒企画があるの基本定番商品の声だ、ね、季節商品で室賀生原酒とかいう商品が出てくるんですけど、定番商品であるのはもうこれだけ、はい、で原酒ってやっぱその度数が高いので濃い、はい、そうなってます。原酒と言われたら濃いっていうふうに思ってください、はい、でこの商品は濃くて甘くてこってりしてます。これが一番今の中で濃い、度数が高い、はい、で香りどうですか。香りは結構なんていうの、ツント率は高い。あ、そうですね、めっちゃツンではないけど、うん、ちょっとツンとした、うんうん、確かに確かに、うん、今まではこう果実に例えたくなるような感じの、はい、なんだったけど、これはちょっとこういわゆるに一番日本酒らしい、はいはい、表現方法としたら、そうですね、そのあもうアルコールって感じがします、うんうんうん、今まで本当果実に例えられてたんで、はい、
思ってたよりなんか甘さがある感じがします。そこが この酒の狙いで。あ、そうなんですね、うん、なんかこうツンとくるかツンとくるかなと思って、うん、意外に甘さ美味しい、飲みやすいです、うん、意外に。これは甘くてこってりっていうのが最大のテーマなんで、うん、甘さを出してこってり感出してあとはすっきりみたいな。あと残んないでしょ、はい、うん、これが醸造秋。そうなんですね。このすっきり感がね、甘さを出してでもあとすっきりさせてくれるのが醸造秋。あ、全然いけますけどね。そう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 。美味しい、うん、あ、すごい意外、ちょっと思ってたより全然飲みやすいです。こっちはね、結構こうシャープさ飲めないけど、これはしっくりくるっていうか、はい、ほっくりくる感じだね。はい、うん、わ、すごい、飲みやすい、うん、なんかね、意外でしょ。意外でした、もう原酒っていうから、もうすごい どぎついんかなってちょっと勝手に思ってましたけど、これがまあ腕の印象ってことなんですよ。どぎつくさせなく、こっくり飲んでもらえるような味わい。これとこれなんてすごい対照的よね。こっちは結構苦味とか酸とかシャープさを出してて、こっちはこっくりとした甘さやから。そうですね、うん、まあ、原酒ってやっぱ濃い、こってりしてる、コクがある、うん、だけど強すぎると飲みにくくなるから、こういううちの場は甘さを出すっていうのも大事にしてます、うん、まあ、ちょっと今日は用意してないんですけど、本庄の長菊とか生茶同士とかやったら、もうちょっとこの甘さが抜けるからこうシャープ感が出る感じのイメージです。ここまでどうですか。面白いなって思いました。なんかすごい奥が深いというか、全然この生も全然味が違いますもんね。それがお米だけで違いをつけるから、でブドウとかだったら赤いブドウと白いブドウとか選べるけど、まあ まあ、お米もたくさん気にしちゃうけど、見た目はそんなに、お米自体の見た目はそんなに変わらない。米の品種で変わるとか、これなんか特に米の品種がよく出やすいし、山田錦はやっぱりこう品種が出やすいってあるけど、あまり日本酒飲まない人から聞いたら、お米って一緒やんって。あ、そうですね。ね、うん、ね、マスカットとデラウェア食べたら違うけど、米ね、まあなんとなく同じカテゴリー、同じ中にいたような味ってみんな思うんですけど、これだけ品種が違えばお酒の味も全然変わってくる面白さ。これは原酒になるんですか。絞りたてって、その加水をしたら原酒になる。ああ、そうなんだ。これ加水してるから原酒。あ、加水や、そうそうそう、うん、あ、でもね、その時で、ね、決めるんやけどね、加水するかしないかっていうのは。あ、そうなんですか。うんうん、やっぱ絞った時に度数が違うから、あ、これ加水しようかしないとこかっていうのは最初で判断するし。あ、だから、うん、だからもう絶対原酒表示をしてない。あ、そこはやっぱりね、すごくできたお酒に対してどれだけ加水するかでだいぶ変わってくるから、これも加水する時に毎回、うん、この加水にしましょう、これにしましょうっていうのを決めなくて。そうなんです、ね、これやからこれとかっていうのはあんまりない。その時その時考えながらする。へぇ、まあ、日本酒でよく聞かれる用語、はい、っていうの、用語集。あ、そうですね、うん、で、醸造アルコールについてはすごく私硬かったから、はい、裏持ってあるんだけど、後ろに用語集っていうのを入れてますの、今日。あ、あ、はい、原酒をさっき言ったやつに加水してないお酒、はい、で生酒は熱殺菌をしてるかしてないか、はい、この火入れをするかしないかで、お酒一ごったまんまの状態だと酵母菌、麹菌が生きてるので、そのままにすると味わいが深く、うん、ある一定以上になると雑くなってくるので、必ず火入れっていう作業をするんですけど、はい、定番商品は火入れをしてます。でもこういう生だけ表示になると火入れしてない、はい、そうなるともう必ず用冷蔵でないといけない、はい、生茶同士はうち1個しか商品ないんですけど、はい、火入れせずに貯蔵して瓶詰めの時に火入れをする。だから貯蔵期間中がフレッシュなんで、普通の酒に比べたらフレッシュだよっていうお酒なんだけど、で、無ろ過っていうのはろ過してないお酒、それで言ったら今日のろ過してないお酒で言うと、これ酒が濁ってるんです、はい、この商品の下に濁っ
はい、うんうん、でこれは絞った時ってこれぐらい濁るのかな。うーん、だけどこの濁ってる部分に麹菌酵母菌がいるから、はい、フィルターを、あ、うちの場合は SF フィルターというちょっと特殊な、うん、特殊なね、フィルター紙フィルターじゃないんだけど、このフィルターを通してあのこうお酒を成長にして、あの菌を透明にして、それで出してます。だからろ過してるかしてないかっていうのは濁っているか濁っていないかっていうと、普通で絶対酒絞った後に濁ってるます。はい、だろ過生原酒の場合だったら、はい、ろ過をしてない生の原酒やから絞りたてそのままっていう意味なんです。あ、本当にそのままだ、うんうん、であとは、まあ、この甘い辛い指標に日本酒度っていうのがあって、はい、マイナスになればなるほど甘口、プラスになればなるほど辛口、マイナスが大きければ大きいほど甘口ですよ、うん、プラスになればなるほど辛口ですよなんやけども、今日これプラ7、はい、これマイナス10、うん、でもそんなにそのめっちゃ甘いわ、うん、めっちゃ辛いわっていうのは、うん、なかったね。なんでかっていうと、それはやっぱり香りとかアルコール度数でも変わるよね。アルコール度数が高ければ辛く感じやすいし、はい、低ければあの軽く感じやすいから、決してこのプラスマイナス日本酒だけでは言いにくいところはあるんだけど、これがやっぱ基準になることは多いで、一応このプラスとかマイナスとか何かっていうと、エキス分を比重で測ってるんだよね。へえ、一応そういうちゃんと分析してたんよ。はい、勝手に私がプラス10とか言ってるわけじゃなくて、これはあのお酒をあのエキス分の比重で測ったっていう比重の重さでも、比重の重さって甘さだけが入ってるわけじゃないから、ダイレクトな甘さのを測るんだったらグルコース濃度を測った方がいいんだけど、うん、あの比重で測ってるから、あ、甘さがねはないだけど、でも確かにマイナス10だったら甘いな、プラス4やったら甘さが少ないなっていうぐらいの基準は、はい、あの分かります。だからまあお酒見た時に、まあ、例えばプラス7とか書いてあったら結構辛いんだな、はい、そうなんです。でプラマイゼロがちょうど一応中央の酒、これだってプラス1って書いてあっても片方的に甘く感じやすかったと思うんです。はい、これとかも、はい、プラ4やけど、でもそれはやっぱり香りがあるから。あ、そうなんですね。とまあちょっとこれこそも高いなだぎくチャンネル。冷酒に向く酒、缶に向く酒でいうと、はい、冷酒に向く酒はやっぱ香りのある酒。へこの香りってあったかくなると香りが感じにくくなるんですよ。あのもう日常生活に向かジュースとかと一緒で、ジュースって生ぬるかったら香りって感じにくいんだ。うん、フレッシュジュースは冷たい方が香りが感じ、うん、まあ、それと同じ原理で、まあ、香りのある商品があれば冷やに入れますよって。あくまで日本酒って嗜好品やから、これをお管理する人ってやっぱいらっしゃるんでね。でもそれがお客さんの嗜好やから、ただ香りを感じやすいのは冷酒で飲んでくださいねって、冷やとかちょっと常温でもちょっと冷えてるぐらいでも飲んで美味しいですっていう、こうこの酒本来その酒本来のこう適正なこうものが感じやすいですよっていう推奨として出してます。はい、あくまでも推奨です。はい、だから無く酒っていうふうに、単にする酒と言わなくて、私は無く酒というふうに書くんです。で、単に無く酒っていうのは、あのこういうこう味わいがしっかりとしたタイプのものがおすすめです。だから。まあ、こっちと香りが控えた感じの、こっちはちょっとフレッシュさを売りにしてるこういうお酒はフレッシュなんで感じしない方がいいけど、別にしてもいいけどみたいな、こっちはちょっとその生酒とか香りがある酒はちょっと向かないというか、お酒本質のところではないけど、こういう味わいがしっかりとしたところは感じしやすい。まあ、あと用例の商品は生酒、はい、酵母菌とか麹菌が生きている状態で常温になると、彼らは常温に戻ると活発になるのね。へえ。低温だとちょっと休眠状態になるから、はい、だからあお酒の味が変わりやすくなるから冷蔵庫に行ってください。であと賞味期限なんですけど、賞味期限は基本的にはその
消費期限っていうのがないあで日本酒の場合アルコールがあるから黒くなってこれを飲んだらお腹が痛くなるとかそういうこう牛乳とかと違うだけどその目標を出してる状態はクラブとしてもこう美味しい状態で飲んでもらえるお酒としたら食者にこうお酒って提案者で保管してもらって大体半年から1年でもそれが温度が低い冷蔵庫であればあるほどあのよりこう品質は保たれるので私がおすすめは、まあ、野菜庫に入れてください、うん、であとそれに新聞紙を一つ組んでやるとあの冷蔵庫の光も入らなくなるので、うん、お酒は光と温度が高いと光と温度を下げてやると随分変わります、はい、だから一眼二照二期限になかなか言いにくいのでうちの場合はあのお客様が出す気になるので、はい、こうやって保管してくださいねっていう、はい、ああいうアナウンスを必ず一緒に入れます、はい、あれでだいぶ変わります。そうなんですね。であと季節の用語で言うと、まあ、絞りたてっていうのは酒造り期間中にできたフレッシュなお酒や、まあ、ちょうど熟成させてないフレッシュなお酒です。で今出てる冷やおろしは冬から春にかけてできたお酒を夏に熟成させたら熟成まろやかなお酒です。熟成させたんですね、うん、だから荒々しさが取れてまろやかになるという感じです。はい、はい、最後だいぶ走りましたけど、はい、だいたいうん、つきました。はい、もうすごい勉強になりました。なだぎくチャンネル、宿題終わりました。で今日はねこの話も出たんですけど、お酒の作り方のレクチャーも、まあ、この話もあるので、これはまたおいおい、はい、説明します。はい、なんかもっと知ってほしいなと思いました。多分私みたいになんかすごい固定感じゃないけど、日本酒今なんかおじさんがどうとか、なんか若者向けじゃないとか、多分そう思ってる人結構いるんちゃうかなみたいな、ちょっと敷居が高いじゃないけど、ちょっと飲んでもらう新酒もらうというのも大事なので、直売で含まれたお客様には、はい、おすすめのお酒を、はい、信じてもらう。で、信じてもらう、ちょっとお好みを聞いたろう。勉強の成果を発揮して頑張ってください。はい、はい、今日の動画はちょっと緩くうちの新人スタッフにお酒を教えるという、動画でした。この動画面白かった方は高評価をお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Facebook、Instagram もやっておりますので、ぜひ登録お願いいたします。今日もどうもありがとうございました。